鹿島未来リーナは、茨城県鹿島市を拠点に活動する日本の女性ローカルアイドルグループ。2012年8月7日に指導。茨城県警、茨城安全、安心アンバサダーの命を受けて、警察や防犯キャンペーンのお手伝いをする。鹿島にぎわい推進部長。2012年、東日本大震災の被災を受けた鹿島市、そして全国でご当地。 アイドルブームが起こった時代のうねるの中、鹿島ご当地、アイドルプロジェクト実行委員会が立ち上がった。鹿島市は、鹿島アントラーズのホームタウンとしては有名なものの、古くから栄えてきた鹿島神宮を中心とする、歴史ある門前町の活気が乏しいことを受け、鹿島神宮周辺の活性化を目指し、若手商店経営者の有志で、プロジェクトが立ち上がり、アイドルグループ、 鹿島未来リーナは発足。鹿島市教育委員会、鹿島市観光協会も講演。デビュー後は市内にかかわらずイベントに参加し、現在も茨城県内外で鹿島市の情報発信源として活動する。もっと鹿島の良さを市民だけでなく全国の人にアピールし、町に元気を戻そうと、このプロジェクトが立ち上がった。マスコットキャラクター、ナスカちゃんは、 ミライリーナ一期生という設定。2013年、鹿島市からの依頼により、鹿島市の公認マスコットになる。名前の由来は、顔と体が小じかで、頭につけた死の花浜なスと合わせて名付けられた。塚原牧伝にまつわる、楽曲、牽成塚原牧伝を持ち、鹿島神宮の奉納式典でも歌ったことがある。鹿島商店街、鹿島に縁が深い人間で構成。 ありがとうございます。